こんばんは、三輪忍です。この動画は5分間謎解きミステリー、思いがけない証拠の回答編です。問題編をご覧になっていない方は、そちらを先にご覧ください。それでは回答編、始めさせていただきます。問題は、俺を驚かせた写真に写っていたものとは何かでしたが、回答は、酒屋の領収書です。解説に行きましょう。しらを切り続ける俺に、刑事が一枚の写真を突き出した。これが何かわかります?そこに写っていたのは、酒屋の領収書。そう。あいつが酒やらつまみやらを買った時のものだっただろう。あの日の日付と、正し書きには酒代としてと、そして受取人欄には俺の名前が書いてあった。これもよろしくな。そう言って笑顔であいつがこれを俺に差し出す姿が容易に想像できた。それは酒代を俺に請求するために、あいつがスーパーの店員に書かせたものだったのだ。まったく、あいつのこのちゃっかりとしたところは昔からちっとも変わらないな。その想像の中で、なぜか殺意を持つほど憎んだはずのあいつの笑顔が、高校時代の照れたような笑顔と重なった。さて、実はあいつが酒屋で受け取った領収書は、俺がそうとは知らず持ち帰ってきた財布の中に入っていました。なのになぜ、仕留警部はこんな写真を持ってこれたのでしょう。もちろん、仕留警部の偽造なのではありません。問題。なぜ仕留警部は写真を持ってこれたのか。それでは、回答の回答編でお会いしましょう。お相手は、三輪忍でした。